紹介いただきました。山口県山陽野田市より参りました人相地震と申します。我々が今から踊らさせていただくのは六条楽エソラウツスという楽曲を踊らさせていただきます。この楽曲のコンセプトは伊原西鶴が原作、恋草金毛氏八百屋物語がテーマとなっております。どんなに悲しい結末もそれに至るまで楽しいことがあったに違いない、そう思いこの作品を作りました。ですので八百屋お七の物語今から語らせていただきます。ぜひとも5000円のほどよろしくお願いいたします。それでは参ります。哀れよ楽しめ。Thank you.
でしょうか。それでは見てくださった皆様に礼。なおれ、どうもありがとうございました。それでは人生自身退場。はい、ありがとうございました。山口県から人生自身の皆さん